映像の街川崎トピックス。今月も日本映画大学から過去の名作に映画館の大スクリーンで出会える名画座の情報をお伝えします。今回お話を伺いますのは、映画監督そして脚本家など様々なジャンルでご活躍をされています日本映画大学学科長天眼大輔先生です。先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こちら大学なんですが、もともとは違う学校があったということなんですが、そちらの創設者いらっしゃいます今村翔平先生なんですが、どういった目的でこの学校を作られたんでしょうか。当時撮影所っていうのがありましてね、その撮影所で映画人はこう養成されていたという歴史があるんですけど、映画が不景気になっちゃったんで、撮影所にはなかなか新しい人を取らなくなったんですね。そのために映画の現場に新しい人が、若い人たちが行くチャンスが、減ってしまったと。そのことがあって、その新しい映画人を養成するために学校という形を取ろうということで始まったのが横浜放送映画専門学院という、後の日本映画学校になる学校だったんです。ところで今月の名画座の作品を教えていただきたいんですが、どんな作品なんでしょうか。フランシス・フォード・コッポラ監督のゴッドファーザーという作品です。ゴッドファーザー、1972年に公開されたこの映画は、第二次世界大戦直後のマフィアのあるファミリーを描いた父親と3人の息子の物語。当時の興行記録を塗り替える大ヒットを記録し、第45回アカデミー賞において3部門を受賞した、まさに不朽の名作です。こちらの作品の見どころはどんなところでしょうか。ジャンルとしてはマフィアの映画になりますけど、いわゆるギャング映画というのと違って、家族の物語なんですね。登場人物はたくさんいて、複雑な長い映画なんですけれども、全くこう飽きさせることがなくて、最後まで一体どうなるんだろうと思いながら見ていて、そして誰にでもその家族だとか、さまざまな人生のいろんな面をこう思い起こさせるっていうんですかね。俳優陣たちもとっても豪華だっていうところが魅力の一つかなと思うんですけれども、今見ると豪華なんですけれども、その当時はアルパチーノも無名でしたし、マーロン・ブランドも落ち目のスターだと言われていたんですね。これで蘇るのですから、アルパチーノに限らずマーロン・ブランドとか素晴らしい役者がいっぱい出てるんです。ジェームズ・カーンとか、それぞれがもう油が乗ってるというかね、自分たちの一番優れたパフォーマンスを、お互いを意識しながらこうバチバチにやってる感じも見どころになってるんです、ね、まだご覧になったことのない若い、観客の皆さんもぜひこれを見てください。もう様々なベスト映画のベスト10で必ず選ばれる作品で、見といて損はないです。映画館の大スクリーンで往年の名画に再び出会える地熱いった名画座、皆さんもぜひお出かけください。きっと素敵な出会いが待っていますよ。続いてはこちらのコーナーです。今月の映像の街川崎トピックスをお伝えします。2011年から市民目線で川崎の今を伝え続けている川崎市民ニュースの累計制作本数が100本に到達しました。これからも頑張ってください。日本映画大学では高校生限定のショートムービーコンテストを開催しています。優秀作品は7月20日に開催される日本映画大学のオープンキャンパスで発表されます。詳しくはホームページをご覧ください。6月22日、多摩区の生田緑地ビジターセンターで民族芸能上映会古賀屋とともに世界遺産登録記念が上映されます。入場は無料です。ぜひご来場ください。 JR 川崎駅前のラチッタデッラではワールドカップ日本代表の試合のパブリックビューイングを行います。会場は映画館のチネチッタとライブホールのクラブチッタの2会場。大型スクリーンならではの臨場感あふれる会場で大勢の仲間と一緒に盛り上がりませんか。チケットの料金や詳細はラチッタデッラのホームページをご覧ください。